じゃあ、ロミちゃん。はい。これが、ターンパイクだ。おぉ、ターンパイクマウント取ってきた。よし。ロミちゃん、さよならの後5秒後に面白コメントバーンとここに。そればっかだな、今日。無茶ぶり。やっぱ、こういう時に、日本万歳と思うよね。そしてみんなだって、よこしょ、いいよこしょってやってんのに、ヒュッと上がるか。そこを止まれ、こっち。こっち。で、ちょっとこれで、もうオープニングね。オープニングだ、そう。あの人は、あ、そっか。あれ、出てからじゃないと無理か。ここどんどん来るから気をつけて。どんどこどん、はい。うわ、右から左からガンガン来んな、おい。あ、でもこう、帰りはあれですね、混んじゃってるから、ゆっくりですね、多分ね。ほんとに。ああ、やっぱりここ封鎖になるんだ、夜は。ここから有料道路です、書いてある。伊豆スカイライン。え？よし。俺でゴー！よっしゃ。はい、どうも。72年式のおじさんでございます。そして、前走ってっけど。77年式のおじさんでございます。はい。ロミちゃん、また始まりましたよ。はい、またって言っちゃった。うわぁ、すごい。で、ロミちゃん、ここが椿ラインだ。すげえっすね、これ。椿ラインの下りだ。めっちゃ、これ。あ、でも、のんびり行くしかないね、ほら。いや、ここのんびりだよ。こんな早く行ったらすぐ死ぬよ。前に車がいるから、そんな飛ばせないし。ちょうどいい。ちょうどいいよ。もともと飛ばせないよ、こんなとこ。で、しかも、ここ40キロ道路だからね。そうね、うん、ニュートラで走っても40キロぐらい出ちゃうでしょ。いやいや、ニュートラ危ないです。ロミちゃん、あの前の人が譲ったら速やかに抜かさなきゃいけないから。速やか、あのすごい、もう注目しといて。もう行かなくていいよ、これ刮目しといて。刮目、もうだって無理だもん。じゃないと、何チンタラ抜かさねえんだよこいつって思われちゃうから。プッシュしてる、プッシュ。いや、プッシュはしちゃダメ。プッシュだけ。で、イエロー本当に超えないでよ、イエロー。はい。うわ、なんか怪しいな、このフルブレーキかましてる感じ。あわよくば抜かしてもらいたそうな。ここ抜かせない、黄色だから。マジこれ無理だよ、こんな坂。もう今これで全体ぐらいだもんだって。もう怖くて下りは慣れたらいかんぜよ。はい。で、ここはなんか、あの針葉樹の枯れ葉あるから気をつけて。出た、針葉樹。もう本当にね、左ウインカーあるいはハザード出したらすぐシュッて行く準備しといてね。ただその時に対向車線にはみ出るから、はい、本当あの対向車線の車だけ気をつけて。でも俺本当に抜かしたくないんだけど。じゃあその前の人の左の寄り方、うん、あとそのポイントの選び方によって危ないですね。すごいヘアピンカーブで譲ってくれる人いるんだけど。います、ね、それ困っちゃうんだよね。だって危ないよ、すごいな、走行が。眺め見ないで集中。集中。え、全集中？練習中。後ろの車がしびれを切らして俺たちごと抜いていくこともあるから。それすげえね。うん、これ事故るよマジで。あ、こういうとこ入ってくれるんだったら抜きやすいけどね。うん、対比場みたいなところに。まあその気が利いてるったら、ああいう対比場に入る人の方が、まあ、より配慮に、あの配慮心があるというか、避けてる配慮に避けてる。いやでも飯食っていい景色見て思い残すことはないね、箱根に。で、あの、次のカーブの次のカーブがヘアピンだから気をつけてね。ヘアピン、うん。すごいヘアピンだから。フルブレーキだからな、これ。で、これ女の子かなんかだから、余計だよね。で、もう俺煽られちゃってるから、後ろ。いや、だってしょうがなくないですか、だって前も。ここがあれですよ。ヘアピン？小頭は貝だったら、あの、すごいことになる。小頭貝？小頭は、うん、何？やばい、後ろの人ふてくされちゃってる。ふてくされてる、うん、少年の俺ら悪いわけじゃねえから、ね、俺ら悪くないよ。こういう道だからね。そうそう、だってこれ昔だって大して変わんないですよね。いや変わるよ。いや、そんなにいけないでしょ。いや、いけるよ、俺らだって早いもん。俺は無理だよマジで。俺らとか言ってっけど。
俺は無理だよ。いや、バイクの方が速いんだよ、どう考えても旋回性能が、うん、ただ転ぶと死ぬんだよバイク。おっと、おじさんでしょ、どうせその車が行きたそうな人。マジか、すげえな、ほとんどずっとブレーキ踏んでんだよな。誰がこの人。怖いからね。俺が怖いんだよね。俺だって直でぶつかるよ。だっていや、下りでブレーキ踏みっぱなしだと本当やばいよね。だってもうペーパーアクションになっちゃう。ペーパーアクション、ペーパーロックか。これプレッシャーだね、前の人。まあ相当ジャーンって思ってんだ、うん、だって大渋滞作っちゃってるもんね。後ろバーって長蛇の列だぜ。まあしょうがないよね。無理して事故られても困るしね。だから俺プッシュしてないでしょ。でも最近分かったのは、うん、そんなに急いでも変わらないっていうのを気づいて。いや、それはそうだよ。だからあんまイライラしないことにしたんですけど。変わんないよ、急いだって。結構前は急いでましたからね。あ、結構もう降りてきましたよね。どうかな、まだまだだよ、半分ぐらいは。なかなかのメンタルだね、この人。メンタルっていうか気づいてない可能性もあるよね。いや、それはないだろう。いや、多分ね、初心者で女の子で2人で来てるとか1人で来てるとかで気づかない人は気づかないですよ。いや、初心者じゃないよ、マジで。だその可能性が高い。だってあれついてないじゃん、あ、初心者マークは。うん、つけない人もいますからね。つけない人やばくない？まあでも気づいてない人もいると思いますよ。だってしょうがないじゃんっていう。気づいてても、いや、しょうがないじゃんっていう人は気づいてるってことでしょ。私飛ばせないからっていう。あ、まあそれは気づいてる人か、うん、あ、でもほら前に前に追いついたってことは前の人もネット遅いってことでしょ。これ怖いよ、多分。怖いよ、とかおばちゃんとかだったら。いや怖いよ、道幅狭いし。これだってこういうもんだって。いや、ここはね、怖いんだよ。まあ、FTR だったら降っちゃうからね。ちょっと頑張っちゃったらガリンガリンって。いや、ここはこの CB で擦るよ。上りは擦っちゃうよ。まあ、下りも擦っちゃうけど。だから擦らないように、走行会で擦らない走り方を教えてもらったんだけど、その走り方でもサーキットだと擦っちゃった、この前。あ、そうなんすか。うん、下手だからもうちょっと練習しないと。いや、下手っすか。リンオンとかリンオンとかハングオンとかできねえよ、マジで。ハングオフね。ハングオフでも、ハングオフとハングオン一緒らしいっすもん。あ、そうなの。うん、なんか俺調べたんすよ、いっぱい。おっと、だからハングオフっていう言い方とハングオンっていう言い方で、ハングオンっていうのはちょっと昔の言い方らしいんですよ。あ、で今ハングオフっていうらしくて、別にどっちでもいいみたいです。調べた、はい。ロミちゃん大好きウィキペディア、はい、おっと、ビッタ、はい。もうさ、後ろの人さ、首かしげちゃってさ、なんだよこいつらみたいな顔しちゃってる。まあそうだもんね、ちょっと遅すぎるもんね。だって俺バイクだからこけるかなっていうぐらい遅いもんね。いや、20キロぐらいだったロミちゃん、これ遅いって、ここ40キロドローだから、まあ、そうだけど、赤い人が普通なんだよ。でも20キロぐらいだったよ、今。まあまあまあ、カーブはね。まあまあいいけど、しょうがねえの。しょうがないだろ。あ、ここも結構な、あれだよ。うわ、ここやってんな。ブラックマークすげえもんな。おうおうおう、マジか、マジか。いや、初心者マークじゃないよ、あの人。あの人高齢者だよ。いや、だから紅葉マークって言ったじゃないですか。あ、紅葉ね。いや、紅葉って言ったらダメなんでしょ、確か。紅葉マークとか。あ、なんで？なんか差別だみたいな。そうなの、知らなかった。いや、なんか高齢者マーク、うん、かな、言う言い方よくわかんないけど。あ、じゃあ若葉マークも差別なんだ。若葉はいいんじゃないですか。おー、すげえ、めっちゃ行ってんな。おー、いや、ここ上りがね、楽しいんだよ、ここ。俺、もみじマーク、紅葉マーク、差別用語だって知らなかった。なんかそんな言ってますよ。へぇ、知らんけど、はい。ベタ知らんけど。もみじマークがダメって言ったかな。紅葉マークがダメ、あ、紅葉がダメって言ったかな。紅葉マークダメなの？なんかほら、落ちるみたいな意味でしょ、紅葉って。あ、そういう意味だったの。いや、分かんなかった。なんだろう、その紅葉って単語がそんな多様化していると思わなかった。
最初にあのマークができた時に、うん、そのモミジだが紅葉マークって言って、うん、それが後々なんかその差別だみたいになって高齢者マークみたいに UO みたいになったような気がしたんですよ。まあでもね、ぶっちゃけて言わせてもらうと、うん、そのパワハラとかセクハラってある程度なんかこう昔からロミオさんがぶっちゃけすぎたのでしょうがなくて大丈夫よ今の話、熱く語ってたけど今のは全カットだね。いやいや、もう流すよ。そうくらい、やめてよマジで。いや、流すよ。遠慮するなよ、今あのほら暇だから喋ったのに。違うよ、流すよ、だってこれだってこれさ、椿ラインさ、全貌を暴くっていう企画だよ。全貌大丈夫、気をつけて、ここら辺からまたくねくね始まるよ。始まるよ、ちょっと噛んじゃったよ。カミングル、はい、全カットだ。カットしねえつってだろ。もう疲れちゃったよ、俺この遅め、もう手しびってたもんな。遅めってこの人普通だって、制限速度守ってんだからさ。もう泣きそうなんだけど。だからさ、ここでさ、もうちょっとなんだろうな、なんかあのすごいもうグワングワンで抜いていく人とかいないのかね。いるんじゃん、たまに命知らず。うわー、だってほとんどブラインドでさ。そうですね、もうほぼブラインドですもん。バイク2台と自動車2台抜くって相当な命がけだよ。あ、そう、全部ぶち抜くってこと。その全部ぶち抜くような。3台ぐらい、あの豪快な人来ないかな。豪快っすね。そうするとあの取れ高が一気に何回もプレイバック狙わすんでしょ。でそこだけ切り取ってショートで使って。ショートでも使うんだ。もうなんか止まっちゃいそうなんだよな、ね、20キロぐらいだからな。こんなもんだろうな。もう黄色踏んじゃうもん俺。いや踏むなっつうの黄色。あのあーすげえ、あそこで待っちゃってるよ。この人はどうするつもりなんでしょう。わ、抜いた。すげえ抜いた。この人もシュッて止まったらよかったのに。なんでこんなところで。多分もうバイクがいたからでしょ、後ろに。いやいやいや、軽自動車でしょ、いたの。もっとぬあの譲るべき最適な場所あったべ。知らんけど、なんかもう疲れちゃったんじゃない。というかバイあの電話来たとか。電話来た、出た。うわ、やべえ。ここがね、上りで面白いんだよ、ここ。フルブレーキ、ああ、そうかもね、うん。フルブレーキもいいとこだよ。すごいね、走り切ったね、この軽自動車。すげえな。気づいてないな。いや、気づいてるだろう。え、聞いてみていいですか、どっか止まったら。うん。気づいてますって、大渋滞になってんの。いいよ、聞いていいよ。聞いてどうすんの。いやいや、気づいてないと思ってたんで僕。ああ、俺らのそのあれをきあのどっちが正解かを、どっちか正解聞いてみるってこと。確かめる。何回も譲る場所あったんですけど。あ、それ気持ちはなかったですよね。それさ、聞いたらさ、なんかその人さ、いい方にさ、かあの答え書いちゃうじゃん。なんで。そしたら俺も違う聞き方で誘導して俺の答えにするよ。あ、もう終わったかな、このあれは。お、一般停止だね。これ右ね。右いってるね。これ右なの。うん、あっぱ伸びんの。わかんない、なんでそうやって言ってんの。マジで。うわぁ、だりーこれ。これ右ね。右？右？いけるね。これ右なの？うん。また伸びんの？わかんない。なんでそうやって言ってんの？マジで？うわあ、だりーこれ。じゃあいいのに。いやダメだよ、車行っちゃう。湯河原パークウェイ。っていうかなんでこれ右なんだろう。え、これ上る方じゃない？おかしいね。ちょっとどこ止まる？いやいや、いい、行っちゃっていいよ。こっち？そうそう。あ、これあれじゃない？また同じような道を回って帰らそうとしてない？わかんない、ちょっとこれ危険だな。全貌がわかんないから。どこ止まった方がいいと思うけど俺。止まれるとこだったら止まってちょっと全貌を見てみよう。あ、
さ、そうやって言い始めたら なさげなとこに行っちゃった。あれだけさ、止まるところあったでしょって言っといて、俺ら逃して止まれないとかって言ったらもうやばいよ本当に。一応ね、高速道路に乗るようにはなって、いや乗れるんですけど、また同じ道を坂の方らせようとしてるような気がして。いやいやいや、それはない。大丈夫、見る感じ。ただなんだろう、動画が長くなる。見えた。っていうか、俺この道でだから止まれるところでどこ止まってって言ってんの。止まれないとこばっかりだった。じゃあいいよ、止まる。すげえ、すげえ暗くて。あ、この辺は、うわい、出そうじゃない。それ、まっすぐになってるね。まっすぐ？うん。マジで。止まれねえし。なんか有料入り口、湯河原パークウェイだって。ダメじゃん。ダメではない。ダメではない。うん、これより有料って書いてある。っていうかもう。入れたんだな。いや、そうじゃなくて、今日のバイク飽きてきた。どういうこと？じゃあ、ロミちゃん、ここ、苔あるから気をつけて。ロミちゃん、はい、ここは日陰、苔あるから気をつけて。はい、それはもう見て分かったんですけど。うん、何、飽きてきた。